渡辺剛義には、日本の実業家、医師である、宇部高山初代会長。1886年、山口県朝郡宇部村での地に、沖野山炭鉱を創業する、渡辺助作の次男として生まれる。熊本医学専門学校を経て、京都帝国大学医学部を卒業し、父、助作が創業した沖野山炭鉱の医局設立に、携わる。1934年、 助けの死去に伴い沖きの山丹当の社長を引き継ぐ。1942年、上江江山設立に伴い同社会長に就任。また、山口県医師会長も兼務し、山口県立医学専門学校の設立に尽力した。1959年7月11日、死去。同年10月、 郷二が依存した宇部高さんの株式29万株と現金100万円をもとに、渡辺記念学術奨励会が発足した。妻として、文子を迎えるも、長女を出産後間もなく死去。三宅宗義の姉、八和子と再婚している。廃人としての才覚を持った八荒子は、ホトトキス同人でもあり、宇部市の廃句会では、世話役を務めた。 医師の家で育った柔子は父を看病した体験があり、献身的な看護で義父である助作の最後を見取ったという、ありがとうございます。